カエルくん、明日の天気は晴れるかな。か、もう一枚。あった。なんだ。はい。不思議だね。お空に光るコンペイト。ふだよ。ふ。あ、二枚取っちゃったね。もうちょっと。強。ぬくぬくと柔らか布団でスカピーなのだ。ぬやろ、おじさん焦るか、焦るか、よし。いや2枚取ったよし。おお、取った、ちぎいい。はい、じゃあ、見つからない大事な種をなくしたのだ。み、もう一枚、もう一枚。パーソン。取った人さ、自分でよし。取った取った。はい。パー！リボンちゃん、大事なものは宝石箱。そうそうそう。リボンちゃん、リ。リリ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 たくましくポーズを決めてどんぐりと。おお、今撮った鈴木さん、すごい。路地裏の心優しい住人さん。恥ずかしい、何でもかぶる、かぶるくん。恥ずかしい、か。そう、一枚、もう一枚。一緒に行くのだ、リボンちゃん。え、もう一枚あるよ。あ、綺麗好き、毎日お掃除。お前触ってる。それ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 。キラッキラ。何やってるの。これ。どれがいいかなんて言ってた。レッツダンス、陽気に踊るトラハム。で、取れるよ。もう一枚は。取れるよ。そうやってやってるもん、取られちゃうの、お前は。そう、勇気だし、猫と戦うハムさん。もう一枚。そうだ。陽気に歌を歌うよ、ひまわり組。よ、そう。よ、そう。伊藤さん取った。おいしいな、ひまわりの種は大好物。お、その声じゃない。ここだろ、さっきやった。間違えたんだろ。まあ、それじゃあ、お世話取ってきて、その方が。そうじゃなくて、ワイヤー君の音。いいよ、それで。メガネ君、メガネ模様もおしゃれだね。目。あんた触ってるんですよ、それ。結んでる青いリボンは宝物。さあ、こっから勝負だぞ。うん、もう一枚か。持ってちゃいかんじゃないか、お前は。そりゃ。それ、ブーって言うてる。よし、もういいよ。ね、あの先は持ってる。本が好き。読書に夢中。もう一枚。宮君、こっち来い、こっち。もう、あとそこだけしかないんだから。いいか。ワクワクの冒険に出るハム太郎。はい。工作がとっても上手なパンダ。運動がとっても得意なおハムバーサス。一枚。ライバルのマイドくんとメガネくん。おお、先生ひまわりの畑をおさ。ない。逃げ足。ない。マフラーに思い出がいっぱい。死もない。じゃあ僕が作ったねんねこコロリコ、このねんねこちゃん。ね。よし、それは。じゃあじゃんけんしな、じゃんけん。今一緒にじゃんけん。ね、じゃあいいか。今度なんか、
覚えておいてよ、この顔作るんだよ。いい？これがね、鼻。いい？これは目。いいね。で、これも目。いいか？で、で、もう前が。こういう顔にしてよ。何もないから。いいですね。上とか下とか右とか左とかっていうの。ちょっと言ってみる？上。上。そんな声じゃダメ。上。上。下。下。右。右。左。左。あの変な顔にしないでよ、ね、じゃあみんなにいい顔を作ってもらいます楽しみだな。この顔も良くないもんでね。じゃあ行くよ。これはなんだ。目。じゃあ目はどこだ。上。ここ上。下。ここ。ここちょっと上。ちょっと上。そこ。ここでいいの。上。もっと上。右か左か。右。ここ。そこ、いいの？いい、いい顔になった？うん、それじゃあ目、もう一つだよ。上か下か。下。ちょっと見えないからな、いい顔してる。上。何？上。ちょっと上。ちょっと上、ここ？下。ここ？下。ここ？横。横？右。左。左？ここ？そこ。左？そこ。よし。いい顔になった。じゃあ眉毛だよ。眉毛上か下か。上。うん。どこよ。え？下。ここ？そこ。そこ。そこ。もう一つ眉毛があるよ。上か下か。そこ。ここ？違う。上か下か言ってくる。上。上ここ？違う。右か左か。ちょっと右。左。左？うん。ここでいいの？ここ。ここ。いい顔になった？うん。今度鼻だよ。鼻は上か下か？上。下。下。下。ここ？上。え？そこ。ここでいいの？違う。違う。どこじゃ？上。ここ？そこ。そこ。そこ。良くなった？うん。変な顔するじゃないよ。いいか？これ口だぞ。上か下か？下。ここ？上。ちょっと下。ここでいいの？そこ。ここでいい？うん。今度髪の毛ね。上か下か？上。この辺？上。この辺？上。この辺？そこ。ここでいい？うん。ああ、いい顔になった？うん。うん、僕ってね、いい顔にしてほしかったんだもんね。どれ？おお、いい顔じゃないの。ねえ、ねえ、いい顔だよ。え？裏。いい顔だよ、ありがとう。え？裏。何が？じゃあ林先生が言いました。こんにちは。違う。いい顔だよ。後ろ。ん？違う。まあ、ね？ひっくり返すの。え？ひっくり返すの。いい顔だよ。ね、違う。違う。今そこから見て。こっから見てるのか。っこっちか。うん。うん、これバカ殿様じゃない。バカ殿様って知ってる？だって一人でこんなとこにやったんだもん。これだよ、まあ嫌な顔にして。え、じゃあ今のバカ殿様こんな顔。違う。こんな顔。違う。口違う？うん。この口？違う。この口？違う。じゃあこの口？違う。目が違うね。じゃあこの目ですか？違う。この目ですか？違う。この目ですか？違う。バカ殿様この目でしょ？な？髪の毛違うでしょ？この髪の毛ですか？違う。この髪の毛ですか？これ？これ？バカ殿様ですか？違う。これ？そう。バカ殿様。林先生によく似てるね、この人ね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は刀を持ってるからな。みんな、お行儀の悪い人。ママの言うことを聞かないでいつもわがまま言ってる人。みんな、首を切ってくれるわ。しばっ。よし。みんなお母さんのこと聞いてる？うん。
わがまま言ってない、うん、言ってない、よし、はい、じゃあ今日の勉強しよう。ミッキー、ミッキー、おやり、ミッキー、ミッキー、お腹に近寄ろう。ミッキー、ミッキー、左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 、かっこいい田島君、左、左、息たくさん出すの、左、左、みんなのパワーで吹っ飛ばしてやれ、左、左、よし、あんた強くなったね。幼稚園でも強くなったでしょ。あなた幼稚園でも強くなったか。よし、右から一番目、右から一番目、おお、つばが飛んでくる、いやね、右から一番目、右から一番目、右から二番目、右から二番目、右から三番目、右から三番目。では聞きますが、赤い子は右から何番目にいるでしょう。何番？2番。そう、フラさん2番目にいるね。左から何番目にいるでしょうか。2番。2番目にいるね。どっちかだ。わあ、これたくさんいるね。この赤い子見てください、赤い子。いいね。赤い子は右から見ると、簡単、右から見ると4。そこから、手を練習するぞ。1、2、3、まっすぐ手を挙げて、まっすぐ手に出して聞いてみよう。赤い服を着た人は右から何番目にいるでしょう。伊藤さん、何番？正解、4番目だ。じゃあ左から見ると何番目ですか、教えてください。桜田さん、2番目。その時ね、バっていうのをね、ちょっとね、汚いけどね、いっぱい空気溜めといてね、先生の言ったように言ってごらん。ババ、リアム君の鼻くそが飛んできた。先生も負けないようにいっぱいツバを飛びといて、バッ、田島君の鼻くそが飛んできた。バッ、おー、危なかった。今ね、パッとここにかかったけどね、顔にかからなかった。バッバン、やめてくれ、やめてくれ。じゃあ聞きますが、木はどこにあるでしょうか、教えてくれ。はい、鈴木さん、鈴木さん、左から2番目。正解、左から2番目。魚はどこにあるでしょうか、教えてくれ。はい、田島くん、右から1番目。正解、右から1番目。よし、これやめていこうな。これもちょっといいな、失敗した。こっちやった、こっちやった。じゃあ、まだ次の言葉なんだよ。上。上。下。下。上。上。下。下。こういう時はこういうの上からいくのね。上。上。下。下。下っていうのか。右の上。右の上。この言葉覚えていこうね。よく使いますから。右の上。右の上。いい声だ。右の下。右の下。この時にお口をしっかり動かして息をたくさん出してお腹に力を入れて言うんですよ。右の下。なめよ、その言い方。私たちはいいか、日本を支えていく子供になるんだから。右の下、右の下。さらさらの声が聞こなかったよ。右の下、右の下。左の上、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 左の下、左の下。よし、では聞きますが、一つだけ他のと違ったのがあります。はい、はい、それはどうですか、セリフさん。リアム君、キツネ。ん、キツネってどこにいるの。茶色。茶色、茶色。そうか、しゃん、茶色。おい、茶色。そんなこと言って先生困らせないでよ。わかんない、無茶色いったって。僕の鼻くそが違う。なんだ、どこにあるの。どこ。違う、白いとこ。白くないじゃん。どれが白い。